株式会社 ANA カーゴは日本の航空貨物事業会社である。貨物航空機は全日本空輸、エアージャパン日本貨物航空が運航しており貨物航空会社ではない。貨物航空機は主に ANA が運航している。成田ソウル線はエアージャパンによる運航でコードシェア運航を実施。成田那覇間の一部は日本貨物航空の貨物機をチャーターしていた。 2013年10月1日、全日本空輸の ANA 貨物事業室と ANA ロジスティックサービス株式会社の業務を統合する目的で設立された。2014年4月1日から営業開始した。ANA ガーゴ保有機材塗装は貨物専用機のため広告価値も良く、提携企業などロゴも入れやすいため各機体で少しずつ異なり多様である。 2021年現在国際線は主にボーイング777フレイターとボーイング767フレイターの貨物型機により運行しており、その他 ANA の旅客定期便床下貨物室を買い取り委託運送している。一部国内線では深夜限定で ANA の旅客機で床下貨物定期運送している。2020年11月から 同じ ANA グループの LCC ピーチアビエーションの一部路線でコードシェアを実施し1便あたり8 0 0ラムの重量制限で貨物委託運送している。国内貨物定期便として東京、羽田、大阪、関西、札幌、新千歳、佐賀の4地点に運行していた。2018年には九州エリアの半導体や自動車産業などの製造業が集積し、 貨物需要があったので、北九州へも就航していた。那覇空港を深夜時間帯のハブ空港としていた。東京、羽田、東京、成田、名古屋、北九州、大阪、関西の国内空港と、アジアのソウル、新川、上海、北欧、広州、鎮太を、大連、天津、アモイ、台北、桃園、バンコク、スワンナプウム、 シンガポールの海外空港を結んでたが、2020年4月以降、COVID-19 流行により運航委託している、エアージャパン乗務員の乗務渡航制限により、沖縄ハブは一時運休の扱いとなっている。2021年1月29日に今後は、那覇空港に就航する、ANA グループ LCCP チも含む、航空会社の旅客便床下貨物スペースを活用し、 混載輸送する新たなモデルへ移行し、引き続き ANA グループは沖縄県と協力し、国際物流拠点形成に貢献すると発表された。2019年からボーイング777フレーターを使用し7月2日から成田上海、10月27日から成田シカゴに就航し、2019年後半から顕在化した。 チャイナリスクの影響で2020年夏ダイヤから運休を計画していたが、その後世界的に流行した新型肺炎の影響で旅客便運休、減便によるベリーカーゴスペース不足に対応し、臨時便需要が発生している。20年6月10日から成田フランクフルト間の貨物臨時便の運行を777回により、開始、同年10月25日から、 航空貨物の往来は活発で需要が旺盛なことから週2便で定期便化さらに同年12月10日以降同、また旺盛な貨物需要に応えて21年4月23日からは成田ロサンゼルス路線に777回を臨時便として週1便の間隔で投入運行されている。ありがとうございます。